にちは。本日は不倫をして生き量に疲れた人の末路というお話です。はい、生き量は怖いですよ。生き量、今日の題は先生すごいですね。不倫をして生き量に取り憑かれた人の末路。末路なんですよ。私がね、はい、高校の時に、はい、辻堂駅の南の方、はい、当時細かい細い路地がいっぱいあったんですよ、はい、そこのところを歩いていましたらば、はい、アパートがあって、はい、アパートにあってそこに数人の人がそこで立っているんですよ。立っている、はい、アパートの窓が開いてたんで、はい、夏だったんで、はい、見てたんですよね、はい、で私も何かなと思って見たらば50歳過ぎの痩せた男の人が一人で部屋の中で暴れてるんです。はい、でそれをみんなが窓の外から見て、なんだろうと思ってこう見た、はい、中には笑ってる人がいまして、へ、ところがこれね、はい、謝ってたんですよね、男の人が。今でも覚えてるのが、はい、俺が悪かった、へ、許してくれ、はい、もうこれどうか許してください、こうこんなような感じで震えて謝って、はい、でよく見ると、はい、何かその男の人の周りに雲みたいなものがここにふわふわ飛んで見えるんですよ、はい、でそれに向かって謝ってるんですね、はい、つまりそれ生き量なんです。生き量、先生には見える気が狂っちゃったみたいなんで。ああそうですか。で私が見た範囲では、はい、この人が若い時に、はい、いろいろとね女性を泣かせた、はあ、というふうな、はい、あの感じがね、うん、見えてきたんですね。はあ、まあ、顔を見るとね、割といい顔をしてるな。整っている。ね、はい、で結構遊んだのかなって、うん、遊んでいろいろと悪さをして、うん、それがたたって、そのように女性が一人じゃないんですよ。何人もの人にこう、問い詰められている。ですから何人もの生き霊がその部屋に、集まって、ああ、そうですか。その人を襲っているっていうふうに、そういうふうに捉えたんです。はあ、で、この近所の人の話を聞いていると、はい、昔やはり女性の人とも交際が多くて、はい、奥さんから逃げられちゃったと。あら、それでここに今一人暮らしだっていうようなのもちょっとこう聞こえたんで。はい、やっぱり女性による生き量だと怖いなっていうふうに感じました。ほとんど発狂してたんです。あ、そうですか。大きな声で、すごかったですね。助けてくれーっつって向こうに踊り回って、俺が悪かったこっちの部屋行ったら今度向こう行って、また向こう行って、また向こう行って、バタン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 って七点抜刀ですね。そうです。まあそれはそれで、はい、その時はそれで、はい、終わったんですけど、はい、それから数年後ですね、私の親戚から私を可愛がっていた人が、やっぱり親戚なんですけどね、はい、今入院してるから、はい、で、がんになっちゃったんですって。だからお見舞いに行ってあげなさいよっていうふうな連絡があったんで、はい、お見舞いに行ったんですよ、はい。その方は結婚している方なんですけども、はい、何回か行ったんだけども奥さんがいないんです。あ、男性だけ。男性、はい、あの一人で寂しくね、あの病室でテレビ見てました。あ、そうですか。で話を聞いたらば、はい、奥さんが自分が入院しちゃったらどっか行っちゃったって言うんです。あら、かわいそうですね。で、新次元の人も、はい、あのどうしたんですかって聞いてみたら、
自分の旦那さんがね、はい、病気をして、はい、癌になって、はい、見るのが、はい、とても嫌だからということで、うん、どっか行っちゃったっていうふうに言ってましたね。で、後から分かったんですけども、はい、ちょうどその時に、はい、その方の奥さんに愛人ができたんです、はい、あ、そうですか。で、そこの愛人の家に行っちゃって、はい、ちょっと距離が離れてるんでね、はい、通ってこれないんで、はい、もうそっちの方に行っちゃった。それから、まあ、かわいそうだ、気の毒な人だなと思っていたんですよ、はい、とても私のことを可愛がってくれた人だったので、はい、それからまた数ヶ月した後、はい、向こうの親戚の方から、はい、連絡があったんですよ、はい、今日はどうしてもいつも家族があそこに住っている、はい、ところの病院だったんですよ、夜はね、はい、で今日は全員他の人が用があってどうしても付き添えないから、はい、どうか今日だけ頼むから来てくださいっていうふうに言われたんで、はい、私はね、あ、いいですよって言って、はい、言ったんですよ、はい、その時に、はい、ちょうど行く時に、はい、今日この人は亡くなってしまうのではないかっていうふうな、そういうな予感がしていて、あ、そうですか、はい、で病室に開けてみたら、はい、こう何かチューブが入っていて、あ、かわいそうですね。で、こんにちはって声かけたんですけども、うん、なんか意識があるようなないような、わかんないような感じ で、うんうん、でその時何か言ってるんですよね、はい、でどうしたんですかってこう聞いたらば妻の名前を呼んでました。あ、かわいそうですね、会いたい会いたいって、かわいそうですね。でその時に口を開いたんですよ、うんうん、で口の中が紫、あら、初めて見ましたよ。あら、そうですか。舌が紫なんですね。あ、そうですか。で舌がなんか結構乾いちゃって小さくなっちゃって。そっか、もう食べ物もね、水分もちょっと取れないってことですよね、うん、で、今日はそのこの人の、今日一日だけね、はい、看病を夜ね、うん、するっていう約束で来たんですよ、うん、だけど、すごくなんかかわいそうになってしまって、そうですね、遠慮したんですよ、はい、なんとかこの方を助けてください、うん、こんなことがあっていいものかと、うん、遠慮したんですね、はい、それで夜8時か9時頃ですね、うん、急にね、はい、うーって苦しみましたんですよ。あら、そうですか。だから、うん、こうブザーがあったんで、うん、ブーッとしたんですね、うんうんうん、そしたら看護師さんと医者が、なんかこんな和音ガラガラしてって、はい、こうガタ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 やりだしちゃったんですよ、これで。で、私も隣、何もできないんで、はい、こうやって、はい、ここでやってるんですよ、私はここに座って、はいはい、で、ね、見えないです、かわいそうだから。そうですね。でこうやって見て、うん、でコーヒーやったらば、うん、なんかこのこっちはバタバタっていう音が消えて、はい、さだ波のような音がザー、本当こうですよ、ザーザーザーって入ってくるんですよ、はい、そしてなんかとても気持ちが良くなったんです。なんだろう、この音楽、音楽じゃなくて、この波長はと、うんうんうん、この波長はね、守護霊様が現れるときにね、こういうふうになるんです。ああ、そうですか。まあ、作業をやってる人は分かると思いますけど、はい、茶筅通しのシャカシャカシャカがそれに似ていて、それが部屋中シャカシャカシャカなんですよ。だから、なかなかこの、なんかと思ってこう見たら天井があるんだけど、はい、もう天井関係なく、はい、そこからこの光がサラサラサラっていう感じでこう降りてきたんですよ。あ、そうですか。いくつもいくつも、はい、そしたらこちらの看護師さんと医者がこういろいろこうなんかいろいろこうやってるんだけど、それは全然見えないです。見えない。その本人だけが私は見えたんです。はい、他も全然見えなくて、はい、その本人が今まで苦しんでいた顔が急にこの辺がニコッとしてきて、つまり目をつぶってるんですけども、この光の正体というのがこの方には分かるんです。はい、すんごく穏やかになったんですよ。はい、そしたら、うん、医者も看護師も静かになったんです。あ、そうですか。静かになってたから、はい、
で、何かやってましたけど、それでしばらくするとこの場がここにこの人を取り囲んだんですよ。その時もこの光からこうなんか音がしてきてね、こうサラサラサラっと音がしていて、一つ二つ三つ四つ五つ六つぐらいありましたからね。とこちらから幽体するのが、これまたあの光の玉のようなものが体からふーっと出てきたんですよ。そしたらこの光がこうみんなに取り囲んで、ものすごい穏やかなあの静かな気持ちのいいような喜びというのが伝わってきて、このままここからスーッと上に上がっていっちゃったんです。そしたら今までザラザラザっていう音がピタッと止まったんですよ。その瞬間医者から五輪中ですっていう声が聞こえて、そこでハッと見てみたら、あ、看護師さんが2、3人いて、医者がこうやってこんな風にやって、あ、やってたんだなってここで分かって、で看護師さんの一人にいろいろとなんかいろいろ説明してきたんで、今あのこの人の魂は行きましたけどって言った時、看護師さんはって言いませんもんね。お仕事もねなさってたからね。なんかおかしいんじゃないかと思われちゃってね、まあ、その時はがっかりしちゃいましたけど、でこれも後にその親戚の人に話したんですよ、はい、はって言われちゃって、あ、そうですか、でまあいいや、もうそれはもう黙ってたんで、でそれでしばらくもうそれで亡くなりまして、はい、お葬式が終わって、はい、それから十数年あったんです、はい、この方の奥さんが愛人ができたんですけども、はい、その愛人によってこの何つうの自分の夫を面倒見なかったんです、はいはい、気持ちはいいからって言ってました。実際に会ったんですよ、はい、気持ち悪いって言ってましたね。それからもう一つ言ったのが、はい、私を苦しめたって言ってましたね。あ、そうなんですか。いや、すごい稼いでる人なんですよ、はい、もう地位も名誉もある人で、はい、だけどその人から見たらは真面目すぎて家みたいになってた。あ、そうなんですか。でその人が、はい、その愛人に、はい、男の人に捨てられちゃったんです。あら、うまくいかないもんですね。はい、というか、はい、乗り換えたのかな。乗り換えた。私ね、そこのところはまだよくわかんないけど、はい、でその人は、うん、前の人と違って、はい、金持ち。あ、お金持ち。あの、大地主の、はい、おじいちゃん。おじいちゃん、はい。そこのところに家にここまで込んじゃったんですよ。あ、そこで、あの、その方の、この、まあ、仲良く、はい、いろいろとやったんじゃないですか。暮らしてたんですね。はい、ところがね、はい、周りのね、親戚たちが、はい、財産見合ってたってことで、もうすごい、叩いたらしいんですよ。あ、いじめ、ね、はい、だけどそのおじいちゃん、はい、亡くなっちゃったんです。おじいちゃん死んじゃった。はい、はい、うん、そしたらもうそこの町から親戚中のパッシングで追い出されちゃって、あ、住んでいられなくなっちゃった。身ぐるみ剥がされて。あ、そうですか。ガされちゃったんです。そうですか。後ろ盾が亡くなっちゃったもんで、はい、その時その方にお会いしたんですけど、はい、ホームレスみたいでした。あ、そうですか。それだけ男性に言われたってことは相当な美人っていう。ああの美しい。もうすごい美人です。すごい美人だったけど。美人ですけども、はい、見る関係もない。そうですか。あのまず驚いたのが、はい、黒髪のすごいふさふさした人のがハゲちゃってる。え、女性で、うん、あ、そうですか。それびっくりしましたよ。あ、肌も汚くなっちゃって。あ、そうですか。それからしばらくして、はい、その方亡くなっちゃったんです。あ、そうですか。女性の方も亡くなっちゃった。それから 2,3 年して亡くなっちゃったんです。あ、そうなんですか。でその時の、はい、やはりね、あの親戚ですからね、はい、まあ、病院に行って、はい、お見舞いに行ったりしたんですけど、はい、その立ち会っていた看護師さんの一人が話聞くことができたんですよ、はい、あ、そうですか。
この方が亡くなった時はものすごく暴れて、それで大部屋ではダメなので個室に入れましたと、はい、1日3万5000円の個室に入れましたと、はい、でそこでものすごく暴れて、はい、その中でも暴れたと、はい、でどういうふうに言ったか教えてくださいませんかって言った時、その方は若い看護師さんだったんで教えてくれたんです、はい、なんかもう謝ってましたって、許してくれ許してくれって、ごめんなさい私が悪かった、てめえって俺を殺しに来たのかとかね、ちょっとそんなふうに謝ったと思ったら今度は何か威張ったりとか、いきやーって言ってこの野郎とかね、それから私と結婚してこれから幸せになりましょうよとか、まあ、そのようなことを私が聞いた範囲ではね、とにかくギャーッと締め上げて、それで最後にはうわー息しに帰ったと。そうなんですか。でその姿を聞いた時に、かつて私は高校生の時に追悼の小道でアパートで男の人が助けてくれっていうふうに謝っていたのとリンクしました。同じような姿だった。つまりこの女性の方のこの相手の男性をうまくいかなかった、その憎まれたと思いますね。随分憎まれたり恨まれたりした。愛人が貧乏で、はい、次の愛人がお金持ち、お金持ち、はい、多分乗り換えたんじゃないか。それからその他いろいろとこの方のなんていうの、大地主のおじいちゃんと仲良くなっている時に、はい、やはり周りの方からも何人かから恨まれた、はい、その生き量が襲われたと、うん、恐ろしいですね。その生き量というのは、はい、病院の個室に入ってきて、はい、入ってきて、もう謝ったところで許してはくれないわけですね。あとごめんなさいでは生き量は許してくれない。許してくれない。もうとことんやります。とことんやる。え、あ、そうですか。謝って許すのは人間だけで、はあ、相手がそういうような生き量とか、はい、怨霊とか、はい、悪霊というのは、はい、ダメですね。ダメなんですか。え、もう命を奪うところまで行ってしまうんですね。え、そうですね。一番よく身近で見るのが、はい、駅で、うん、男の人と女の人が、はい、こうふざけていて、はい、その時に後ろから生き霊がふっとするんですね。そうすると、はい、そこに電車が、そう単にその時にこうふってやるんです。本当ですか。それ一回見たことあります。霊だけど、本当に物理的にこう押されるんですね。押しますね。おお、そうですか。ええ、はあ。じゃあやっぱり過去の異性だったり、ええ、駅の場合は、はい、飛び降り自殺した人も多いんですよ。うんうんうん、だからそこにはいろいろな霊がここに渦巻いてるので、それはだから男の人と女の人がイチャイチャしていて。はい、多分女の人の例だと思うんですけど、はい、こういう自分を裏切った男の人に似てるんじゃないかなって私の想像ですけどね。じゃあその男女のちょっと波動っていうか志が低くなると、そういうそこにいる例とくっついちゃって押されちゃうとか、そういう、そうですよ。だから電車の中でも酔っ払っていてもうこんな風になっちゃってる人の場合には、うん、霊がスーッとこう入ってくるんですよ。そうするとね、暴れちゃったりするんです。突然。あ、そうですか。で、急に暴れておりますでしょ。います。そうすると、でね、一回だけ面白いこと見たことあるんですよ。はい、暴れてる人のよく見ると、またこっちから男の人が近づいてきたんですよ。はい、それともそういうの霊がくっついてるんだ。くっついてる者同士。これ喧嘩しちゃった。そうですか。で、霊の強い方が勝ち。ああ、そういうなんですか、ね、引き寄せちゃうんですね。もうそういうのはね、もう
何回も何回も見てます。あ、そうですか。だから一番気をつけないといけないのは、エリーっていうのは浮遊霊があるから、あそこで待ち合わせちゃダメ。 あそこを通るときには、はい、さっとこう逃げるようにして駅を取って早く出ちゃう。そうじゃないと身が持たない。あ、危ないですね。その証拠にね、はい、1日に1回はどっかで自首事故起きてます。はい、そうですね。じゃあ常に志を高く持って自分のやるべきことだけに集中して、あと人から恨みを買わないようなまっすぐに生きていればいいということ。まっすぐに生きていればいいということと、はい、この2人の奥さんと旦那さんから私が学んだことは、旦那様はこの奥様が好きで死ぬまで名前を呼んでいたわけなんです。裏切られたんですけども、最後は天国に行ったんですよ。そうですね。で、自分勝手に男の人を作って、また金持ちの男の人が現れたら、そっちの方に行っちゃったとしては、最後はこの七転八倒の苦しみでもがいた。もがいたっていうのがその人の脳裏に浮かんで、そのままこう行きますから。その方はっていうことは地獄に、あ、地獄をもがきっぱなし、ずっとその人の意識の中では。ってことはもがきっぱなしってことは、もしかしたら浮遊霊かもしれません。ってことは裏切った人っていうのが、どんなに生きている時に幸せそうに見えても地獄に行く。で、裏切られてもそれを思わないで、ひたすらに相手のことを信じて待ってた人、それは生前では不条理に見えるけれども、この別の世界に行くとには天国に行くと。それをこの人たちから実際に生きるを通して学びました。そうですね。ということは、私のこれからの信条としては、人に裏切られても自分は裏切らないということです。そうですね。やっぱりどこかで誰かが見てるってことですね。天のね、どなたかが見てるってことなんですね。はい、本日のお話は、悪霊に取り憑かれた人の末路でございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。